皆さんご機嫌いかがですか？次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は昔から農家に伝わる雑草を発酵させるだけ防虫ミネラル液肥、自然の妙薬でございます。作ってみたいと思います。雨が降った翌日なんかが最適ですね。草刈り機でね、刈り尽くしてしまう前にですね、水分ですね、水気をたっぷり含んだフレッシュな雑草を刈り取っていきます。できればね、伸び盛りの先っぽの方がいいですね。柔らかいところね、根元の硬いところは後で草刈り機でババババッともう全部やってしまいます。別にね、綺麗な花の咲いたお花畑をね荒らしまくるおっさんではありませんよ。雑草を刈り取っているだけでございますよ。じゃあ刈り取った雑草をねカットするんですけれども、こうやってね牛乳パックをまな板代わりに使います。後片付けがむちゃ楽ですからね。でこれを、手頃なサイズにですね刻んでいきたいと思います。雑草の持つ防虫パワーとですね、それと、生命力ですね、雑草魂ですね、これを頂戴するわけです。刻んだら袋詰めしていきます。発酵液を取るのでビニール袋を使いますが、昔はなんか紙に入れたりねしてたそうです。これ和紙の得意分野の発酵でございますよ。発酵はね、ぼかし肥料作りで手慣れたもんでございます。米袋に入ってますが、これは米ぬかです。で米ぬかをねここに掘り込んでいこうかなと。特にね決まった量、規定量はないので目分量でいきましょう。だいたいこれぐらい入れたら発酵しよるなっていう感じのね量ですね。昔から米ぬかはね肥料にも使えるし床磨きにも使えるような万能資材でございました。油分含んでるんでね、これを混ぜ合わせていきたいと思います。発酵を促進させるために砂糖も入れます。砂糖がね発酵微生物のね餌になるわけですね。でこれも目分量です。だいたいこんなもんかなっていう、少しね水を加えます。これはまあどうやろう、水の量は全体の10分の1、1割程度、10分の1弱ぐらいでいいと思います。漏れるとねちょっときつい匂いがするので袋を二重にしておきます。でちょっと適当な空いているプランターをね利用したいと思います。密封して元気発酵ですね。きっちり密封して元気発酵していきます。で、お漬物の要領で重しを乗せてですね、漬物作りに似てますが、これは決して食べ物ではありません。で毎日ねどうなってるか様子を見ながら揉んだりね、袋の外から揉んだりしながらね、様子を見ていって何日かすればですね、袋の底にですね水が、出てきた汁がですね溜まっているのが分かります。野沢菜漬けみたいになってます。食べ物ではありません。で、穴を開けて、ちょっと絞り出してみます。こういう感じね、雑草発酵液が出てきました。甘酸っぱい、ほんまなお漬物の汁みたいなね、甘酸っぱい青臭い匂いがします。これちょっとねむっちゃ絞りにくいんですわ。もうちょっとギューッとこうやってたんですけど、なかなか絞り出せないね。もう中身をダイレクトに絞った方が話が早いのではないかということでですね、中身をこうダイレクトに絞ってみます。こうした方がまあまあ手っ取り早いですね。今気づきました。ギューッとやってみます。ギューッもギューッと、ほら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 、むっちゃむちゃ絞れますやん。もうこれでよろしいやん。もう絞り切ります。で、ある部分をね全部絞り切ったので、一度ペットボトルに移してですね、
なもう中に雑草のカスがいっぱい混入してるんで、この茶こしでね、こし取ります。ドバドバーっと入れて、カスがいっぱい残るわけですよ。でこれをね、また再び、茶こしでこして、ペットボトルに移して、とりあえず完了ということですかね。全部でこれだけ、絞り取ることができました。ミネラルたっぷりのね、防虫効果のある雑草発酵液でございます。まあ雑草ってね、ほらそもそもね、虫がなかなかつかないじゃないですか。だから防虫効果も期待できるっていうわけですよね。ジョウロに水が7リットル入っております。で、キャップ1杯がですね、これ約 7cc あるわけですね。ということで、つまり1000倍希釈っていうんですか、はい、これくらいでちょっと様子を見てみたいと思います。でこれから育つ冬野菜ですね、白菜とかキャベツにかけるのはちょっとね、ちょっと躊躇しますので、もう終わりやなっていう、異様に成長した終わりかけのナスの垂直栽培ね、これ台の上乗らんと届かへんぐらい成長しましたけど、葉面散布っていうかね、全体散布ですね、全体にかけてみたいと思います。まあまあ10月も終わるというのに、まだまだ葉さん実をつけてくれてます。花もね咲いてますよ。ところが葉っぱがね、虫食いだらけになってきたので、これをかけてちょっと様子を見たいなということで使ってみました。ということで、これは秋のお花畑を荒らすおっさんでございます。防虫効果もある、栄養分も高いとね、古来より伝承される野草の、野草いうか、まあ、雑草のことですけどね、発酵液肥でございます。間違いなくミネラル補給はできますね。もう昔から農家に伝わる知恵でございます。簡単に作ることができますので、昔の農家の知恵、一度お試しあれということで、作ってみてはいかがでしょうか。ということで、参考にしていただくことはできましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録の方もお待ちしております。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。